久保さん僕ね、久保さんの言う通り、電話しないですね。電話この4年してないんじゃないかっていうぐらい電話しないですね。まあそのコンサルとかは、まあ電話というかは、まあ、ワンツーでこう対話するので、だからそれ以外ないですね。てかあの、着信かかってきても出ないので、<laughs> 基本 <laughs>。 だから今、スマホに関しては電話で使ったことがないんじゃないかなぐらい、本当に電話してないですね。うん。まあもし通話することがあるとするならば、まあ結局その、なんだ。まあメールでのつな、メールでのやり取りで繋がっていて、スカイプでする。まあ LINE で繋がっていて、LINE でやり取りして、まあ通話するぐらいで。で、電話番号いらないんじゃないかなっていう。<laughs> もはや電話番号にかける人っていうのは、 つながってない。まあ、ネット上でつながって、電話番号、電話番号ってネットじゃないですよね。どうなんだ、まあ、?IP 電話はネットなのかななんか別にその、ね、Facebook でもつながってる、LINE でつながっている、メールでつな、メールでやり取りして Skype でつながる。まあ、それで十分じゃないかなと思うんですよね。電話ってもうほぼ、無意味に、無意味ではないかもしれないですけど、使わなくても本当にこと足りる。うん。 時代になったかなっていう。電話番号必要かって言われると、電話番号かかっても僕取らないので <laughs>、もうほんと一切取らないですね。知らない、知らない番号からかかってきたやつは。1ミリも止まらないですね。あの、ガンしかとですね。だって知らないんだから、知らない人の電話取る理由ないじゃないですか。<laughs> まあ大体なんか営業とかね。まあ、そんな感じだと思うんですけど。 う知らない人からの電話を取る必要性がないので、で、知ってる人と繋がる、連絡する、知ってる人はもうつ何かしらで SNS で繋がってるので、えー、終了ですね <laughs>。だからね、電話はね、もう化石ですね。電話は化石にしましょうか、もはや。だから申し訳ないですけど、今、今電話を結構使ってる人っていうのは結構きついんじゃないかなと思いますね。 まあその仕事上で、まあテレアポとかもありますので、まあそういうのは置いといて、なんかそのコミュニケーションで電話を使うねまあかけ放題プランとかもありますけど、別にネットつながってれば、どこでも LINE 電話無料だし、スカイプも、まあスカイプなんか昔から無料だし、今スカイプのね、アプリもあるので、もう便利ですよね。アプリ、スカイプのアプリも出たし。 うん、電話は化石かなと思いますね。本当に。やっぱあとね、電話すると時間取られるので、要は、メッセンジャーとかで別にやり取りできるわけじゃないですか。で、それでやり取りできない、まあ、口頭で話した方が早いっていことであるならば、まあ、その中でじゃあもう話しちゃいましょうかっつって話せばいいだろうし、なんか一言二言であるならば、なんか、いいわけじゃないですか。うん。 だって、久保さんにも、この別に動画も送ることできるしね、別に。<laughs> しかもその動画を送るって僕すごく便利だなと思うのが、その、まあ久保さんもそうだと思うんですけど、僕もそうですけど、動画が送られてきて、自分の好きなタイミングで見て、好きなタイミングで返せるので、これ良くないですかうん、なんか緊急性の仕事の打ち合わせとかなんかを決めないといけないところだったら、まあ、 電話の方がいいかもしれない。まあでもそれもやり、ね、メッセージのやり取りできますけど、この動画のやり取りのいいところって好きな時に見て、好きな時に返せるっていう、だから自分の時間を潰さないというか、縛られないというか、自分の空いてる時間でできるので、この動画のやり取り、コミュニケーションっていうのは、これね、久保さん流行るんじゃないですか。<laughs> 動画のやり取りのコミュニケーションって。うん、まあ昔ね、テレビ電話ってありましたけど、まあ今もね、まああの、なんだ あテレビ電話というか、まあ、LINE 電話とか、まあ、全てテレビ電話みたいな、できますけどね。なんかその、要は時間を共有しないといけないっていう、時間をお互いに束縛されないといけないっていうのが、僕は微妙だなと思うんですよね。お互いにその時間が拘束されてしまうと。でも、この、このやりとりだと別に時間を拘束してないんですよね。好きな時に。 で、あと、あの、動画撮りたくないなと思ったら、久保さんは動画撮らなくてもいいし、僕が送りたくないなと思ったら送らなければいいし、もう自由ですし、こんなのは。うん。まあ、この動画のワンツーっていう、ワンツーの方やりといて、多分次世代のコミュニケーションのやり方なんじゃないですか、うん、久保さん、これ。お互いによくないですか、これ。うん。で、久保さんなんかね、僕の動画2倍速で聞いてると思うんですけど、2倍速でも聞けるわけじゃないですか。 でも電話を2倍速で聞くとか無理じゃないですか、久保さん。<laughs> ね。僕は2倍速で聞くことはないんですけど、久保さん前2倍速で聞いてますって言ってたんで、すごいですよね。電話だったら2倍速で聞けないからね。めちゃくちゃ僕いいと思うんですよね、この1、ーのやりとりっていうのは。コミュニケーションとして、動画のやりとりっていうのは。はい。いってらっしゃい。